はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語連文節についてお送りします。で、前回までに、ちょっとね、長くいろいろやってきて、ほにゃらら語とか、あと関係だね、補助の関係とか、並列の関係とかやってきましたけど、ここで一本だけ連文節っていうのをやっていきます。で、今回は問題が9問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部もうあと説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず問題ね、こう取り掛かる前にポイントから確認していきます。で、連文節って何かっていうと、ちゃんと言うとね、2つ以上の文節が結びついて文の成分になるとき、そのまとまりを連文節っていうんです。で、今まで文節勉強してきたじゃんか、ほにゃららね、ほにゃららねって切っていくやつ。で、それが2つつながってたりするときに連文節っていうんです。文節が連なるって書くんでね。で、それはこっちね、やりながら確認していきましょう。で、問題は次の、線が引いてある部分の連文節、これ全部連文節なんですけど、の働きを左の赤の四角から選んで書こうと。で、四角の中を見ると、おお、今までやったやつやんって思うんですけど、ちょっと違くて、主部、述部、就職部、接続部、独立部と、全部語だったとこが部になってます。で、これは何が違うかっていうと、主語っていうのは連文節じゃない、ごめん、文節1個分なんです。この文節は何って言われたら主語とか言える。でも今回やるみたいに連文節、これは文節が2つつながってたりするんですけど、こうなってた時点で全部部に変わります。いい？でも考え方は一緒、主語を探そうと思ってくれればいい。ただそれが2つあるから主部になってるだけなんで。いいかな？例えば最初の問題ね。母と父は買い物に行っているです。で、これ母と父はってことは、これ話の主人公だよね、今回。誰々はっていう部分。だからもしこれがね、父は買い物に行っているだったら、父は、父はねって一つの文節でしょ？だから主語なんです、これ。父はだけだったら。でも、ただそれが今回、母と父って二人いるんだよ。で、その二人で主語に、あと主語になってる役割としてはね。でも本当は切ると、母とね、父はねって二つの文節が入っちゃってる。だから、二つあるから連文節。でも、主語の役割をしてる。でも、連文節だから、答えとしては、主部になるんです。探し方は同じ。全部、今までとね。ただ、これは個人的な意見だよ。これもちろん得意なことがこんなんしなくていいんですけど、国語がとっても苦手だった俺から言わせてもらうとですね、部になった瞬間に就職がちょっと探しにくくなります。印象として。で、もし、このね、ほにゃらら部っていうのを探すのが苦手やと、国語が得意じゃないっていう子がいたら、就職部は後に残しておくといい。で、どうやるかっていうと、主部、述部、接続部、独立部を見つけに行くの。これ見つけやすいから、4つ。で、どれにも当てはまんないじゃんっていうのを就職部にすると解きやすいです。ここの苦手な子はね、俺みたいな、ちょっと消えたんで書いとくね、これ。で、次に買い物に行っているでしょ。これはこの主人公がほにゃららしているっていうところを表してるんで、これ述語だよね。で、それがこれは切ると手で切らなきゃいけないから、行ってね、いるねって文節が2個ある。だから連文節になってる。でも、役割としては述語なんで、それがただ部に変わるだけ。だから、答えは、述部になります。言っているわね。なので、まず、主部と述部に関しては、その話の主人公、ほにゃららはとか、それが主部です。で、それが何をしているとか、どんなんだって言ってるのが述部になります。いい？では次。私の姉は小学校の教師を目指している。まず3番だね。私の姉は、これ主人公だよね、この話の。ほにゃららはって言ってるから。だからもうその時点で、主部になります。で、部になる理由は、私のね、姉はねって文節が2個入ってるから、部になると。で、4番ね、ちょっと飛ばします。5番楽なんで。目指している。で、これは、この主人公がしていることを言ってるので、述部になります。右と同じだね、解き方としては。で、これも、目指してね、いるねって2つ入ってるから、部って言ってください。述語ではなくてね。
で、この小学校の教師よっていうこの部分、これはですね、答えから言うと、これ就職なんです。就職部。で、これはさっきも言ったように主部、述部、接続部、独立部、どれにも当てはまらないときは就職部でいいです、解き方としては。で、まだ接続と独立が出てきてないんですけど、これこっちに出てきます。で、この2つもすごい分かりやすいので、だそれに当てはまらないよねっていう考えでいきましょう。就職後とかは探しやすいんだけど、ブリだとちょっとややこしいんでね。で、次が風が強いのですぐに帰ってきたです。で、このまず風が強いので、これはほにゃららなので点みたいな、で、まあ、当然ついてますけど、まあ、そんな感じになってる。で、なってたらほにゃららのでとか、これは接続語の時にもやったように接続部になります。本当に、あ、間違えた。接続語の時と同じね、基本的には。で、なんでこうなるかっていうと、まあ、風がねって切るから、文節が複数入ってるんでそうなると。で、すぐに帰ってきた、これはほにゃららしたって何かをしたことを言ってるので述部になります。ただこの文には誰々はって、ね、誰々が帰ってきたっていうのは書いてないんで、主部はないけどね、これにはね。で、次が空と海、私が大好きなものだと。で、これまた答えからいきましょう。8番、これ独立部になります。で、独立部は独立語と一緒で、まあ、独立してるやつなんですよ。ちょっと浮いてるやつで、よく出てくるのはこう物が書いてあって、まあ、当点書いてる場合、まあ、こっちもそうですけど当点ありますけど、接続部に関してはほにゃららなのでとか、まあ、そういう理由でつなげてるとき、これが接続部でも、これは空と海点みたいになってるでしょ。こういうものはほとんど独立部です。ここの違いちょっと気をつけてね。いいかな。まあ、当店が来てたらね、独立部になると。で、私が大好きなものだって感じだね。で、最後、彼は優しく穏やかに歌うです。で、これもですね、優しく穏やかに、これ答えから言うと就職部になります。で、これももちろんね、これを見た瞬間に就職部って分かる子はそれでいいんだよ、いいんだけど、あ、どれだろうって思う子は、これが主部かな、述部かな、から考えるといいです。で、主部っていうのは誰々はっていう話の主人公でしょ。ここはどう見ても彼じゃんか、彼はだから、だから主部、まあ主語ね、どっちもいいですけど、まあ、その役割を果たしてないと。で、彼が何をしたの、どうだったの、歌ったんだよね。だからこっちが述なんだよ、まあ述語ですけど、ここはね。ってことはその2つは当てはまらない。で、接続、独立、当てはまるかなって考えるんだけど、接続は基本的にほにゃららなのでとか、そういう当点がマークになる。で、独立で書いてはちょっと浮いてるね、ほにゃらら当点みたいな感じになってるので、どう見ても違う。だから残り物の就職部ってやってもらえると、これは結構当たりやすいです。これでもちろんすごい長い文章だったり、ちょっとねひねった問題出てくると解けない時もありますが、基本的にこのスタイルでいけますので、こんな感じでやってみてください。では今回は中学校国語連文節についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からはですね、品詞が始まります。品詞です。まあ、あのね、リクエストがとても多いとこなので、ちょっと長くなるとは思いますが、また撮っていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。